自民党本部前から最新情報です。政治部与党キャップの川田さん、お願いします。はい、出馬の意向を固めた河野大臣ですけれども、すでに推薦人集めを行っていて、立候補に必要な20人は見えてきているとしています。河野大臣は今日午後2時過ぎ、自身が所属する派閥のトップ麻生副総理と会談していました。河野大臣の関係者によりますと、麻生副総理は反対だけれども出るのは勝手だとして、消極的ながらも出馬を容認したということです。派閥として一致結束して支援するかどうかはわからない状況ですが、自民党内では若手を中心に支援するとみられます。一方で出馬を模索している石破元幹事長ですが、石破派の関係閣僚経験者は、党員票では河野、議員票では岸田となれば全く勝ち目がない、どうするか考えないとと話した上で、こういう時はギリギリまで見極めて後出しじゃんけんでいいんだよとも話しています。まあ、状況を最後まで見極めた上で判断したい考えです。党内最大派閥である細田派は情勢を見極めたいとしつつも、女性初の総理として高市さんを支援してはどうかというような期待する声も出ています。